拡張現実、拡張現実、拡張現実、オーグメンテッドリアリティ、AR とは、人が知覚する現実環境をコンピュータにより拡張する技術、およびコンピュータにより拡張された現実環境そのもを指す言葉。英語のオーギュメントリアリティの日本語訳であるため、それを日本語発音したオーグメンテッドリアリティや省略系の AR も用いられる。また、 拡張現実感、強化現実、増強現実とも言う。似た言葉に複合現実、MR がある。拡張現実は、仮想現実、バーチャルリアリティイコール VR の編集であり、その時周囲を取り巻く、現実環境に情報を付加、削除、強調、減衰させ、文字通り人間から見た、現実世界を拡張するものを指す。バーチャルリアリティが、 人工的に構築された現実感と現実を差し替えるのに対し、拡張現実は現実の一部を改変する技術である。例えば、バーチャルリアリティでは仮想の部屋にいて仮想のテーブルに置かれた仮想のティーポットを見ているかのような互換情報を人に提示するのに対し、拡張現実では人が実際にいる現実の部屋のテーブルの上に 仮想のティーポットが置かれているかのような情報提示を行う。コンピューター情報を付加して、現実の情報を実体よりも強化、増強して、間に提供することから、強化現実、増強現実と呼ばれることもある。現実環境を情報ソースとして用いることから、必然的にリアルタイム処理を必要とする場合が多い。技術課題としては、バーチャルリアリティでのそれに加えて、 仮想物体と現実環境、物体との相互作用、例えば視覚要素では照明、影、接触、隠蔽などを解決することが特に課題になる。コンピューターが現実を拡張する手段としては、視覚や聴覚、触覚など、人のすべての感覚器官と体制感覚に対する情報を提示が試みられている。バーチャルリアリティでは、 人に提示する仮想物体のリアリティが重視されるのに、対して拡張現実では現実世界の位置や物体などのコンテクストとの関連性も重視される。後者に重きを置いたシステムでは、例えば場所や物の説明を文字や音声で行うなど現実を拡張する手段として単純な情報提示手法が用いられることもある。多くのシステムでは情報の提示や取得に バーチャルリアリティで広く利用されているデバイスもしくは技術が利用される。例えば、視覚情報提示には主にヘッドマウンテッドディスプレイが利用される。しかし、現実環境における作業を支援する意図から、携帯電話等の小型情報端末の画面を用いた提示も検討されていい。提示される環境の主体が現実環境であることから、 現実環境における作業支援が、その応用分野として期待されている。例えば、同案内情報の提供、航空機やコピー機のメンテナンスを行う技術者にする、技術情報提供、医療分野における手術支援に向けた、情報提示などの応用研究が行われている。一般消費者向けのサービスを作るためによく、行われている手法に、 アートゥールキットなどの画像認識ルーチンを利用して二次元コードパターンや静止画など AR マーカーなどと呼ばれるをデジルカメラで撮影するとそれをマーカーとして映像にマッチムーブした 3DCG アニメーションがリアルタイムで合成表示されたり静止画に合ったコンテンツが表示されるものがある拡張現実と同様のアイデアは 劇作家のライマン・フランク・ボームによって1901年に初めに述べられた。彼は現実世界に創作されたデータを重ね合わせ表示するキャラクターマーカーいう電子デバイスを考案した。映像撮影西野は1957-62年にかけてというシミュレーターを開発し特許を取得した。これは映像と音響と振動と香りを模擬するシステムであった。 また AR を実現するデバイスが実際に開発された事例として、1966年のアイヴァン・サザランドによるヘッドマウントディスプレイの発明などがなされてきた。ジョア・ D.A. ハーベンズ・イーレヒト。1975年にはによってユーザーが仮想物体とやり取りできるというシステムが初めて開発された。1989年仮想現実。 VR という言葉がによって作られ、初めての仮想世界で行うビジネスを作り出した。拡張現実という名前は、1990年に、ボーイングの技術者であるトム・コデルによって付けられた。1992年に、日本で、子供向けのバラエティ番組、ウゴーゴルーガの放送が開始される。リアルタイムに制御される CG キャラクターと出演者が、 対話する形式のシリーズ番組の先駆的事例である。1992年にアームストロング空軍研究所の L.B. ローゼンバーグは機能する AR システムとしては最初期のものであるバーチャルフィックスチャースを開発しデモンストレーションを行った。1992から93年に AR システムのプロトタイプカルマの有名な論文が発表された。 2000年、ブルース・ウェイチ・トーマスは、初の屋外携帯 AR ゲームである、アークウェイクをで発表し、デモンストレーションを行った。このように、一部のエンターテイメント向け試作機を除けば、軍事産業や自動車、航空機製造産業で、主に利用されてきた AR だが、2000年代に入り、携帯端末の普及に伴い一般、消費者向けサービスと利用されるようになった。 日本では2007年以降一般にも知られるようになった。同年に AR 技術を応用した初めての市販ゲーム、The o b s e メント n t が発売された。2008年、スマートフォンで AR を活用した初の一般向け位置情報アプリケーションである Wicatood がリリースされた。日本では GPS の位置情報を利用する世界カメラが2009年にリリースされた。 2010年8月27日にリリースされた日本の携帯電話フィーチャーフォン用プラットフォームである AR サンダプレイヤーは二次元バーコードの QR コードをそのままカーマーカーとして認識するトッキングシステムを実装していたカメラや GPS 加速度センサーなど各種センサーによって携帯電話の位置や向きをトラッキングすることで 正しい位置と向きに画像を表示するシステムは AR の移つ,つのために重要な技術である。AR 用のトラッキングのための画像認識ライブラリーは1999年にリリースされたアートゥールキットなどから利用することができ、2003年にはダイエッターシュマルスティーグ及びダニエル・ワーグナによって携帯電話 PDA 向けで初のマーカートラッキングシステムが開発されていた。 アジアでは QR コードが携帯電話による画像認識マーカーとして普及していたため AR のマーカートラッキングにも用いられるようになった AR を使った作品の例としては NI 化の AR 詞があるこれは東日本大震災が念頭に置かれておりパウル・テランの誰でもないもののバラを意識したもの表現となっていて東京タワーの頂上にバラの花を咲かせたり キティがたくさん画面上に出てきて、タップするとそこから種が出てきて、それに対して乾燥や開始種ができたりするものであった。2013年、Google による拡張現実ツール、Google Glass のベータ版のテストが始まり、この製品向けの様々な拡張現実アプリケーションが、サードパーティーにより実装されてきている。メガネ型および時計型コンピュータは、 スマートフォン以降のウェアラブルコンピュータ、身につけられるコンピュータ、持ち運びできるモバイルコンピュータの次に来る流れとして注目されているの、本命とみなされている。2014年 AR のコア技術であるコンピュータビジョン CV のリーディングカンパニーのクダ段リミテッド、英国が日本法人となるクダ段株式会社を設立し、マーガー AR 及びマーガーレス AR の両方を サポートするクロスプラットフォーム対応のモバイルアプリケーション開発向けツールキット普段 AR SDK を日本市場に広げた2018年3月より普段 AR SDK の販売及びサポートはグローバルディストリビューターであるエクセルソフト株式会社が提供している2016年 AR 特化型ニュースメディア GetAR が誕生した 米国ナイアンティック社により、世界各地で、ポケモン GO、ポケモン GO が発表された。2016年11月30日に、エプソン販売株式会社から AR 対応のスマートグラス、エプソンムーベリオ、BT-300 を発売。独自開発の有機 l ディスプレイを採用し、軽量化、高輝度、高画質化まで実現している。 AR を実現する技術は3種類に大別される。手術時に拡張現実により体内の臓器を投影する手法が開発中。以前から A-64 ア,アパッチには暗視装置の画像を表示する暗、奥 -11 が搭載されていた。軍事演習のために拡張現実を利用したザーミックスというシステムが開発中。AR を利用する具体的なビジョンは スタートレックなどの SF に現れてきた。日本における AR 技術周知のきっかけの一つとして、拡張現実に類似したツールが登場するアニメ、電脳コイル2007の存在を挙げる声もある。ただし、電脳コイルに登場する拡張現実は、実際の AR 技術と直接の関係はない。また、同作品以前にも拡張現実に類似したツール、 が登場するアニメ、漫画は数多く存在する。例えば、ドラゴンボールに登場する相手の戦闘力を見ることのできる片眼鏡型の表示装置、スーターなども拡張現実の一種といえる。このように SF 作品を中心に拡張現実を投影するヘッドマウントディスプレイやその他ディスプレイは数多くの作品で登場している。 登場人物の表情を描写する都合からか、片眼鏡型で通信用ヘッドセットに付随しているものが多い。投影される情報は、敵との距離や武器の残弾、照準などである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。